続いて通告5番9番深沢君雄君の一般質問を行います。9番深沢君雄君。では通告に基づきまして、質問させていただきます。まずはじめに新庁舎建設について、質問させていただきます。いよいよ役場本庁舎建設もプロポーザルのように設計業者が決定し基本設計に入っていく段階に来ています。庁内でもいろいろな意見も出ています。私は今回の新庁舎建設はしっかりとした町民に親しまれる建物を作るべきと考えます。もちろん必要以上に大きな建物を作る必要はありません。その辺はしっかり精査しながら建設に向け進んでいくことが大事だと考えます。そして次の世代、次の時代の富士川町の中核として町民の暮らしに役立つ庁舎にすることが最優先だと考えます。本日は新庁舎建設に際関し私の考えを示しながら質問したいと思います。まずはじめに今回の新庁舎建設に関し木質化の考え方をお聞きします。今までも何人かの議員が質問しましたが、ここでもう一度木質化に対する町をお伺いしたいと思いますかと思います。関西課長、樋口和也君。ただいまの木質化に関するご質問にお答えいたします。新庁舎建設の木質化につきましては富士川町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針におきまして内装等の木質化や備品などの木質利用を促進するとしております。また新庁舎整備基本計画におきましても県産材を活用した内装の木質化を検討するとしております。4月にオープンしました富士川町児童センターにおきましては積極的に木質化を図り内装に木材をふんだんに使用したことで温かみがあり心地よく安心して過ごせる施設として整備したところであります。こうしたことから新庁舎建設におきましても積極的に木質化を図ってまいりたいと考えております。以上です。9番深沢君雄君。今の答弁では内装に関しては木質化を考えているということで、児童センターも内装は木質化、非常に素晴らしい木質化をしていると思います。ただ私もいろいろな庁舎を、視察に行きましたけれども、外壁に木質化を使っている庁舎もたくさんあります。これはメンテナンスなんかも非常に大変なだということもお聞きしていますけれども、外から見た感じがやはり外に材木があると大変印象も変わってくると思うんで、ぜひ外壁の木質化も考えてもらいたいと思うんですけども、その辺の考えをお伺いいたします。委員長、関西課長。関西課長、樋口和也君。外装の木質化につきましても内装と同様に、使用できる箇所等を検討させていただきたいと考えております。以上です。9番深沢君雄君。ぜひその方向でお願いしたいと思います。では次の2番目の質問に移ります。庁舎建設に関し町有林の使用を考えているのかをお伺いします。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ただいまの町有林に関するご質問にお答えいたします。町有林につきましては平成30年度に木の樹種や本数、在籍搬出にかかる周辺状況などの森林経営計画に伴う町有林現地調査を実施いたしました。その結果、切り出しやすい場所に使用できそうな木材が多くあることから、今後県の関係機関や林業事業者等と協議を行いながら、費用面、木材の利用方法、建設スケジュールなどを含め、町有林の木材の利用を検討してまいりたいと考えております。
以上です。以上。9番深澤君雄君。今の答弁の中で木材が多くあるという、町有林の使えるそうな木材が多くあるということですが、本数とかそういうのは分かりますか。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。町有林の先ほど、お伝えしました調査におきましては、面積といたしまして、全体で、54万2700平米、ございまして、そのうち、利用可能と、思われる、木材等の調査におきましては、25,844本を調査したところでございます。以上です。9番深澤君雄君。25,844本が使用可能ということでよろしいでしょうか。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。使用可能ということではなくて、調査の中で、25,844本を調査いたしました。このうち使用可能となりますと、現地の中で調査をしなければならないということと、地区が広くございますので、どの地区の本数を使っていいかというところまでは現在は調査をしてはございません。以上です。9番深澤君雄君。できる限り使用よりも多く使っていただければと思います。また調査の方もこれ引き続きお願いしたいと思います。で、3番目の質問に移りさせていただきます。2年ほど前ですけども、何人かの議員で山形県の鶴岡市に地域材の分離発注及び木材調達について勉強に行ってきました。ここで少し鶴岡市の取り組みを紹介させていただきます。鶴岡市ではまず地元の森林再生計画から始めたそうです。その再生構想の第一に、適正な森林保全に向けた森林環境循環システムの構築を掲げ、その中で積極的な木材の利用を推進、そして木材の分離発注の推進を掲げ、実際に取り組んできたということでした。この分離発注、今までは材料から何から何までを全て業者に一括発注していたものを、材料の発注は発注者が自ら地元の森林組合や製材会社に発注をして、その木材を工事業者に材料支給するというものです。もちろんたくさんの課題があり、簡単にはいかないと思いますが、この取り組みは今後の富士川町でもぜひ検討し研究していってもらいたい。そして今回の本庁舎建設においても、ぜひこの分離発注の考え方を、いきなり全ては難しいと思いますが、どこか一部分でもこの取り組みを取り入れることができないかと考えます。町として今回の本庁舎建設からぜひこの分離発注の考えを取り入れていただきたいと思うが、町の考えをお伺いいたします。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。分離発注に関するご質問にお答えいたします。分離発注につきましては、建築工事とは別に地元産材を調達し、製材まで行った材料を施工業者に直接支給する方式でございます。町ではこの方式の導入に向けて、費用面や乾燥期間の確保などの検討が必要と考えており、現在県の関係機関や林業事業者等と協議を行っているところであります。新庁舎の建設に町有林の木材を利用することは、森林整備や産業振興にもつながることから、分離発注の利点について精査しながら導入に向け検討してまいりたいと考えております。以上です。以上。9番深澤君雄君。今答弁の中で費用面の検討も必要という答弁がありました。費用面の課題も多分出てくると思います。しかしこの分離発注を考えていく上では、森林環境の保全も視野に入れていかなければならなくなると思います。今地元の山は荒廃しています。以前にも里山の再生について質問もありました。鶴岡市での取り組みも、先ほど申し上げましたように森林環境の保全から始めたとのことです。分離発注を取り入れていくことで、地元の森林の保全にもつながっていくのではないかと思います。そういった
ことも考慮して考えてもらいたいと思いますけれども、その辺課題はあると思いますが、どのように考えておりますでしょうか。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。先ほどの答弁と重なりますけれども、費用面の問題、それと分離発注の利点がございます。そういうものを精査しながら、導入に向けて考えてまいりたいと思います。以上です。議長。9番深澤君雄君。分離発注に関しては大変前向きなご答弁をいただきました。ぜひお願いいたしたいと思います。では2つ目の、質問に移りたいと思います。2つ目、学校再編について、お伺いします。議会の初日に町長の挨拶の中でも学校再編についての考えは示されましたけれども、ここでもう一度、質問させていただきます。昨年6月議会の一般質問で中学校の再編の考えをお聞きしました。その時の答弁は、町の学校規模適正化方針においては当分の間は現状での配置を継続するとしている。しかし本町の生徒数は平成33年度をピークに減少が予想される。特に梶川中学校においては集団学習などによる教育効果が懸念されるため、学校規模適正化方針の見直しをする必要がある。学校再編、義務教育学校を含む小中一貫教育などさまざまな教育制度から最善の選択となるように議論を深めていくということでした。あれからちょうど1年が経過しましたが、その後の進捗状況をお伺いします。議長、教育総務課長。教育総務課長、中上浩二君。ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。平成25年に策定した藤川町学校規模適正化基本方針は策定からすでに5年が経過しており、学校の現状等についても変化していることや児童生徒数の減少により教育効果への影響も懸念されております。こうしたことから町では今後の町内小中学校における教育制度の在り方や学校の適正な規模配置について検討していただくため、平成30年11月に小中学校の校長経験者を委員とした藤川町小中学校の在り方検討会を設置しました。検討会では慎重な検討を重ねていただき、その結果松尾小学校、松尾南小学校、梶川小学校については継続して配置し、松尾中学校と梶川中学校については再編統合し、両校の歴史や伝統を併せ持つ新たな学校として設置することが望ましいとする提言書が平成31年3月に教育委員会に提出されました。この提言書を受け、児童生徒数が減少する中で教育環境をどのように整備していくことが望ましいか現在教育委員の中で議論しているところであります。議長。9番深澤君雄君。再質問です。先ほど中学校は再編統合して新たな学校として設置するということをおっしゃっていましたが、これはどちらかの学校に吸収合併という考えではないということでよろしいでしょうか。議長、教育総務課長。教育総務課長、中上浩二君。答えします。それぞれの特色を生かすことができるよう、両校の歴史や伝統を併せ持つ中学校を選択することが望ましいとする提言ですから、どちらかに吸収する形の統合の意味ではございません。以上です。以上。9番深澤君雄君。その辺が私も一番気になってたんで、いい答弁をいただけたと思います。では2つ目の質問に移りたいと思います。今年の4月に梶川小学校の入学式に出席させていただきました。新入生は10人でした。
私が小学生だった頃の梶形中部小学校とちょうど同じぐらいの人数です。この年の今年の梶形小学校の1年生が中学校に入学する前にはぜひ結論を出し新しい体制にすべきと考えます。いつまでに学校規模適正化方針の見直しの結論を出すのかお伺いいたします。議長、教育総務課長中込浩二君。ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。学校規模適正化方針の見直しにつきましては、先に述べました提言書についてその内容を教育委員の中で議論した後、児童生徒の保護者、学校、地域の皆様からも幅広い意見をいただくため、新たな懇話会を開催する考えでおります。また、この懇話会で出された意見を集約して、改めて教育委員会の中で議論し、新しい学校規模適正化基本方針を今年中を目標に策定してまいりたいと考えております。以上です。議長。9番深澤君雄君。再質問ですけども、懇話会を新たに設置するという、して開催するということでしたが、両校の通学地域、それぞれの両校の通学地域の方からのやっぱり意見を聞かないと思うんですけど、選任はどのようにされるんでしょうか。議長、教育総務課長中込浩二君。ただいまの質問につきましてお答えいたします。両学校の地域から公平に意見をいただけるよう、地域の代表者や理事役員など学校関係者の中から選んでいきたいと考えてございます。以上です。議長。9番深澤君雄君。ぜひ両校の、ね、歴史と文化、長い歴史がありますので、その辺も汲み取れるような中学が再編をしていただければと思います。では、この質問を終わりまして次の質問に移らさせていただきます。先日の5月の18日の山梨日々新聞に、東京五輪開催開会式装いは赤と白という見出しで、来年開催される東京オリンピック・パラリンピックの日本選手団が入場行進で着用する公式服装の選定作業が始まったとの記事が掲載されていました。そしてその関連記事として、前回の東京オリンピックにおいて東庁出身の望月康之氏がデザインを考案した男女ともに上は真紅で下は白に統一された公式服の採用までの苦労が紹介されていました。また今日持ってきたんですけども、この1964年4東京五輪ユニフォームの謎という本が最近出版されまして、誰が日の丸カラーを作ったのかというサブタイトルなんですけども、多分藤川町にも取材に来ているみたいですね。非常にいいタイミングでこの本が出されました。でこの中でまた望月康之氏の功績を再確認するという本です。ぜひまた皆さんも読んでいただきたいんですけども、で今この塩の花にですね、スポーツミュージアム、平成29年には室内の修繕もしてあります。そして何よりも1964年の東京オリンピック公式ブレザーが展示されています。ただ私も近くに住んでいますのでたまには行くのですが、あまり人は入っていません。多分山梨県の人もあまりこのスポーツミュージアムのことや望月康之氏の功績も知らないのではないかと思います。来年もちょうど1年後には2回目の東京オリンピック、そしてパラリンピックが開催されます。このスポーツミュージアムと望月康之氏の功績を知ってもらえるいい機会と捉えます。町の貴重な資産としてこの機会にぜひ県内外にアピールしていくべきと考えますが、町としての考えをお伺いいたします。障害学習課長深澤千明君。ただいまの
スポーツミュージアムの情報発信のご質問にお答えさせていただきます。スポーツミュージアムは本庁出身の望月康幸さんがデザインを考案し、東京オリンピックでの公式服装のブレザーとして展示されたものを中心にオリンピック関係資料を展示しているところでございます。こうした中、2回目の東京オリンピックが開催されることが決定したことを受け、今年の3月道の駅富士川においてオリンピックフラッグツアーの開催に合わせて望月康幸さんデザインのブレザーを展示しアピールしたところでございます。町ではホームページやパンフレットの配布によりミュージアムの広報を行っているところでございますが、今後県で予定されているイベントと連携した情報発信に努めていくとともに、観光業者とタイアップした企画などを行ってスポーツミュージアムのアピールを進めていきたいと考えているところでございます。以上です。議長。9番、深澤君雄君。再質問させていただきます。アピールはいろんなイベントでこれからしていくということですけれども、当のスポーツミュージアム、非常に看板等が分かりづらいんですよね。国道から見て何も分かりません。で、スポーツミュージアムの前にスポーツミュージアムって書いてあって、オリンピックっていう文字はないんですよね。何が飾ってるのかちょっと分かりづらいんだけど、その辺のところはどういうふうにお考えかちょっとお聞きします。議長、障害学習課長。障害学習課長、深澤千明君。ただいまの看板について、答弁させていただきます。現在、明確な案内看板表示板がないことから、施設の PR を図るためには、今後関係機関と協議しながら改善していきたいと考えております。それで、オリンピックの、文字を使うことについてのことに関しては、その看板をどういうイメージで作っていくかによって状況が変わってきますので、県に紹介するしながら、看板設置の方を可能かどうかを進めていきたいというように考えているところでございます。以上です。以上。9番、深澤君雄君。ぜひ看板ね、せっかくありますので作っていっていただければと思います。もう一点再質問させていただきますけれども、スポーツミュージアム音がないんですよね。よくああいうところ行くとボタンを押すと、どういう例えば鈴木康之氏の紹介とかそういったなんていうのガイドみたいなものを置いてあるところもあるんですけど、あるいは塩の花の従業員さんがお客さんが入った時に簡単にこのミュージアムのどういうものかということを説明できるようにするとか、そんなことも考えるべきではないかなと思いますけど、そういったことを考えはありますか。議長、障害学習課長。障害学習課長、深澤千明君。施設のアナウンスについてのご質問にお答えさせていただきます。おもてなしの観点から申し上げますと、アナウンスは大変必要なことと考えております。今後、管理運営機関等の相談等をしながら、施設の全体のわたった PR 活動が必要だということを考えてございますので、その部分にアナウンスも含めた検討を材料として考えていきたいと思います。以上です。9番、笠原君雄君。ぜひお願いしたいと思います。そうすれば塩の花との相乗効果も出てくると思うので、ぜひ産業振興とも協力してやっていただければと思います。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。以上で通告5番9番深澤君雄君の一般質問を終わります。ここで暫時休憩します。